今日はですね、再生速度を変えるやり方をやります。皆さんご存知だと思うんですけど、一応やっておきましょう。これだとちょっとダメかな。ちょっと小さくしますね。これも YouTube の、動画の画面ですけれども、普通は同時に、私はからいきましょう。ワン、ツー。こんな感じですよね。で、これですね、これ、この歯車のマーク。これ、スマホの場合にはちょっとどうなんだろうと思うんですけど、とりあえずこれ、パソコンなんですけれども、スマホもほとんど同じような仕様になってると思います。この設定ってやつね、歯車のマーク。で、これクリックすると、ここに字幕、再生速度、画質とあって、再生速度、これをやります。で、今、標準になってますよね。で、これを0.5くらいにすると、2、3、私は押し、あれ？ちょっと待って、こんな感じで、ちょっともっと眠あいりようまなし遅いた。感じにすないるわまけでせん。すね。で、これ設定をもう一回開いて再生速度、今度早くしてみましょうか。2倍。シャキシャキすると思いますけど。まだ、ここか。ここいきます。ワン、ツー、スリー。舞台の上で。舞台オンのザ上ステで、ージ。オンザステー私ジ。は水泳が得意私ではす。水泳が得意 I で am す。good at I'm good swimming。at swimming。私こんはな行き感まじす。で。I go。で、できる彼ようはに行き行きまます。す He ね。goes。私は行きこのました。設 I 定 went。ですね。彼は行再きました。生速 He 度。went。あなたは得ます。You get。彼女は得ます。She gets。ここら辺がいいかな。あなたは得ました。You got。0.75倍速彼く女らいだは得と、ました。ちょうどいい感じ She になるか got。もしれませんね。まあ、そういうふうに変えることができますので、自分の速度に合わせて変えてやってみてください。